皆さんこんばんは、むけなです。はい、ということで今日は何ですか。大好きな大好きなアットコスメ。そんな好きだったんや。大好きあんまりね、そういう感じで。いや、私今回でより好きになった。あ、ほんと。なんならね、いつもね、アットコスメはって言ったらアットコスメあんま変わんないかなみたいな感じで却下されることが多いから、あ、そっか、あんまりかと思ったの。うち結構好きだったから、アットコスメ、うんうんうん、意外とムクも好きだったんだ。やっぱ分かりやすいし、変わるものなくねと思っても、今日6万円分、7万円分、ありがとうございます。もう本当にたった1回の買い物でそんだけいっちゃうわけ。本当にやばい。でもマジでいいもの買えた。私も結構満足だよね、うん、なんで、まあ、早速紹介していきたいと思います、はい、何からいこうか。うちはリターンズ部門とかもある今回。あ、なんか久しぶりに買ってみたとかもあったり、あとまあリピート部門もあるよ、もちろん。あ、じゃあリピートからいきますね、うん、リピートいきましょう。じゃあリピートまずこちら、じゃん、串。あ、それ見たことあるわ。そう、結構串界で有名なアベラっていう串なんですけど、これ私2個目で、1個目がちょっと最近壊れたんですね。壊れるとかあるんですか、串って。あ、壊れたことないですよ、自分。ないですよね。あの、私の髪の毛が重すぎて串が負けるほどなんですね、なっちゃうんで、ここが取れちゃったんですね。あ、そういうことね。そう、外れちゃうようになったので買いました。マジでこれはおすすめ。え、これは何が他と違っていいんですか。でかい。これまず出た。ごめんね、サラ。これね、名前つけないと天才ね、これ。これマジで買いたくなるね。これね、メイク落とし忘れたとか、日焼けして肌が荒れたとか、こう肌にごめんねっていうことをしてしまった時につけてくださいっていう意味で、ごめんね、サラなんだけど、まあ、ちょうどなくなったので、ほんとごめんねなことが多いですよ。ほんと申し訳ない。なんかこれつけたらほんとに許される気がするね。気持ちからもね。そうそうそう、リピート。あとリピートで言うと、これ。あ、はいはいはい、これね。はい、これはもう。いっぱい使ってますね。これしか見たことないでしょ。何回も買ってるんだけど、最近お気に入りなのはこのね、ちょっとスクラブが入ってる黄色いやつ、くすみケアみたいな感じのやつで、これにしてから私肌荒れ少なくなった気がするんだよね。マジで。だからずっと使ってるの。へえ。で、あとまあこういうのも本当にちょうど朝切れたから買っといたよっていうのも大事。本当に薬局みたいな感じで、あとコスメでこれ買ってました今日は。大事。こんな感じかな、リピートは。うん。じゃあリターンズ部門ね、こちらエキュセの部分用化粧下地、鼻とかにやるやつ。で、鼻がめっちゃたかりやすくて、私そういう人におすすめの。え、これ前さ、なんか青いそうやつだったやつ、毛が恒例になったの。あれ高校生の時超使ってたでしょ。あとこれも買ってみました。じゃん、マキアージュのドラマティックスキンセンサーベースうわ、それ超使ってたね。これも懐かしくない。これ懐かしい。やっぱ夏なので、うん、キッシュテカリ防止みたいなやつが欲しくて。そうだよね。うちもリピート商品まだあるので第2弾いくんですけど、うん、まずこちら、これも切れちゃって、うん、やっぱりこいつが使いやすいってことで、リピートおすすめなんだ。おすすめ。これもだね、クリオデューイブラーティント05番キャラメルパンプキンで、これめっちゃよくって、色が、色もめっちゃいいし、うん、質感がマシュマロ系。あ、大好き。マシュマロティントみたいなやつの質感なんだけど、めっちゃ肌に超密着する。うち的にこれはリップの下地としてめっちゃ使ってた。なるほどね。もうなくなっちゃってたのでリピート買いしました。じゃあ新人部門。え、これエナピー買ってたっけっていう商品なんだけど。あ、買ってました。買ってたよね、これ、うん、エレガンスの単色アイシャド ドウ。でもこれ後からコメント欄で教えてもらったんだけど、うん、このエレガンスの単色アイシャドウって売り切れたら再販ないんだって、うん、新しい色が追加されるんだって。そうだから、そう、本当に巡り合いです、うん、巡り合いですっていう。37番なんですけど、うん、ピンクのラメなんですけど、うん、超使いやすい、日常でも使えるこのピンクのキラキラ感が、うんうん、絶対にデートとかつけたらヤバいよ。花火大会とかでパーン、キラ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 これクマがキラキラする、絶対入れる。じゃあデパ系行くと、買っちゃいました。わかった。そう、カネボクリームインテイ中身並大先生絶賛のこのクリーム、すごい流れてきたよ、うちだって。気になったじゃん、こんなん言われたら。化粧崩れもしにくくなるらしくて、うん、夏はもうマジでベースを強化したいなっていうので、ね、確かにベース系を結構買ってるんだけど、うん、そう、これも楽しみ。いいじゃん、よかったらマジでまたおすすめします、うん、あとリターンズでも私も行きたいと思うんですけど、はい、こちらディオール買っちゃいました。私これもう大好きなんですけど、これが値段を張ってたんだね。張ってるこれ何ってなってると思うんですけど、うん、あの化粧水、美容液、クリームのディオールスノーエッセンスっていうやつかなののラインなんだけど、匂いが大好きなの。とりあえずこれは白い粒になんかビタミンカプセルが入っていて、うんうん、潰すと生きたビタミンが肌にっていうやつなんだけど、やっぱ夏なので美白と思って
って買うなら今ではっていうので高いんですけど、うん、ぜひ使ってみてほしい。忘れてました。デパコスもう一個買ってたんで、はい、それ一回紹介させてください。クラランスのオイルのリップ、私もそれ買えばよかった。これなんか期間限定でパッケージがこうバレリーナとかがいちゃう感じ。バレリーナなんだ。それ何番これは。これはだから限定の色で15番。あ、そういうこと。あ、じゃあ気になってた部分からいくと、うん、嘘つきますから。なんかさインスタとかでさすごい流れてくる、流れてくるよね。そう、なんかこれが半透明の色で地まつげが本当に伸びたよっていうので嘘つきっていう感じなんですけど、うんうん、ナチュラルメイクとかしたい時とかってまつげがちょっと邪魔っていう時もあるんですよ。逆にわかる、ね、この感じ。いや、うちも毎日それで、その時に多分おすすめみたいな、うん、あ、これ知ってます？キャンメイクの。うわ、知らない。知らない。キャンメイクからパレットみたいなのが出たっつって、うん、すごいこれすぐ売り切れで。あ、ちょっと前のやつ。ちょっと前に。あ、なんか見ました。そうそうそう。で、新色が出たりとかして、もう最近は復活してんだけど、私がいいなって思うのは8色も入ってるのにこのちっちゃさっていう。確かに。そう、持ち運び用として、うん、マジでいいなと思って。しかもキャンメイク、お久しぶりに買ったんだね。はい、キャンメイク東京。いや、そう、キャンメイク東京のチークとかもう散々お世話になったから。そうだよ。その感じも嬉しくて買いました。コスメ系じゃ全部いっちゃうね、うん、ビアーっていうダブルライナーっていうかな、鍵用の買ったんだけど、これも良さそう。私的に良かったのが筆がちょっと太めなのね。私ちょっと影太めに入れた方が盛れる人なの、涙袋的に。これを買ってみたのと、あとロマンドのメルティングバームっていうなんかリップなんですけど、なんかピュアっぽい色で可愛いなって。コスメは以上です。で、そう、私もムクがの言ってたでしょ、うん、マスカラした瞬間にダメって。で、前にその話したじゃん、うちも、うんうんうん、で、その時に茶色やってみたらって言ってたじゃん、うん、で、一式買ってみた。アイライナーも買ってみたの、うん、茶色を。アイライナー真っ黒？ダークブラウンみたいなやつで。あ、これダークブラウンなんだ。うん、真っ黒に見える。見えるよね、うん、真っ黒なのかな。ちなみにうちダークブラウンなんだけど、ブラックじゃない、うちブラックじゃない。ブラックじゃない。ブラックじゃない。ブラック使ったの、うち無理なんだけど。ないまあ、これが買えてよかったですね。え、よかったね。はい。こっからはアットコスメ行って見つけていいなって思って手に取ったものたちですね、はい、こちらイグニスのバームなんですけど、リップ、ハンド、ボディ、ヘア全部いけるよっていうバームで、で、しかもこのちっちゃさがいいなって。確かに。このちっちゃさが持ち運びにいいなと思って買いましたっていうのと、こんなのも売ってました。アイクリーム。アイクリームマジで若いうちから塗っとかないとダメらしくって、うん、今はさ別にシワとかできてないからさ油断してるじゃん、うん、で目とかもゴシゴシさ洗っちゃったりするじゃん。だけど本当は本当に今そういうことしちゃダメ、本当にダメなんだって、うん、で、これはこういうロールタイプのやつで、ロールタイプって楽しくてちゃんと塗れるなっていうので、これにしてみました。で、こういうちっこいロゼットとかも。ありがとうございます。これはもう旅行とかで、ね、あ、わかる。旅行用ね、ロス洗顔みたいな集めるの大好きだった。わかる。わかるし。え、おすすめあるよ、こちら。じゃん、なんか来たよ、なんか来た。これを見つけました。あの、ジョンマスター、うん、トラベリングっていう、もうトラベリング用の、これはシャンプー、コンディショナー、ミルク、オイルがついてます。おお。で、このちょっとオシャみたいな。確かにね、ちょっとオシャだね。いや、じゃない。これはちょっとおすすめ、やってみます私もなんですけど、アイクリーム買いました。なんかアイクリームモチベ来てて、ね、私は何も分かんなかったので、あの豆乳イソフラボンのアイクリーム、なんか3種類ぐらいあって、これが一番最強だよみたいな、まあこれにしてみました。あと、これもちょっと気になって買ってみました。スピードオフクリーナー、これはシートみたいになってて、それで拭く感じでブラシのお掃除ができるっていうので、これちょうどいいと思って。あと、こちらロマンドのハイライト、ムクも持ってるやつ、 UV マンも持ってて、うん、めっちゃいいって言ってて、今ね、ディオールのハイライト使ってんの。いいんだよ、めちゃくちゃ、うん、いいんだけど普段使いだね、うん、足りない、足りない。で、違うハイライト欲しいと思ってね、はい、ライトって感じなんですよ。いいですね。っていうのと、これがエチュードのフィックス&フィックストーンアッププライマー。大事大事。こんなのも買ってみました。速攻ピーキーってやつなんだけど、なんか私たちさ、結構インティアのピーチをよく食べてるんですけど、なんかうちあれ足りないなって思うんですね。スッキリ感が足りなくて、うち的に、うん、良さそうだったらね、こっちの方がいいかもね、ミーティー。そうそうそう。で、これがアネスタ の、 あの顔用の日焼け止め、乳液って書いてあるね。そうそう、私化粧下地はさ、化粧下地でつけたいから、この乳液タイプいいなって思って、うん、それいいね。そう、これを買ってみたよっていうのと、アシリラシートこれさ、でもさ、本当にアットコスメ行くたんびに見かけるんだけど、これね、結構目立
立つ場所に置いてあったりするよ、ね、そうそう、レジのとことかにあったりとかして毎回気になるんですけど、ね、買ってみました。それでこれ最後の商品、ベネフィーク、なんて読むのこれ、ベネフィーク、なんかこれアットコンスメのランキングとか結構あるよね、あって、これは、ね、上位に行きました。拭き取り用の化粧水なんですけど、角質系のケアとしてめちゃくちゃいいらしくて、で私最近ちょっとね毛穴が詰まったりとかしてるなっていうか、これ買ってました。かわいい、なんかプシュプシュって、楽しそうだね。そう、初めて見たわ。でもそれはね、私もちょっと初めて知りました、うん、っていうぐらいです。じゃあ私ラスト1個紹介します、はい、まあもう皆さんこれ上がってる頃には8月入ってますよね。なんだろう、もう明日から8月や、やめて、うわー、もうどうしてくれるわけということで、香水あ来ました。何ですか、何にしたの。一応サンローランのモンパリオーデパルファムっていう匂いで、多分ね人気結構、サイズ感かわいい、ちょっとね匂いでも持って人気これ。あ、誰か、なんだ、誰かがつけてる、ドアもつけてた。でもねこれ本当に人気だから、多分いろんな人がつけている。なるほどね、実は、で私その甘めなのってあんまつけないのね。ちょっとこういうのも買ってみようと思って、まあ、あのアットコスメはこうやって香水も買えるっていうのは結構いいよね。しかもデパコスもカゴにそのまま入れれる、あの、わかる、あの取っていい、楽だよね、買いやすくない、買いやすい、わかるっていうベタ褒め、ということで、今回は7万円6万分ということで合計15万円分。サムネ用で15万円分、本当は13万、あ、本当は13万ですげえ、で試写購入して15万円分買わせていただきました。レベルアップしてない、うちらした、ちゃんと調べて買ったりとか、うん、口コミいいねっていうのを知って買ったりとかしてるなっていうので、どんどんいい動画を作って、あ、そうだね、うん、どんどんみんなにいい動画を届けれてるなっていうこと。こいつら毎回同じことやってるやんって思ってるじゃん。そう、違う、どんどん進化しててね、どんどん質のいい動画が、もっとためになる動画を届けれたかなと思います。アットコスメ大好きだよっていうみんなはチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載よろしくお願いします。次の動画も見てね、せーの、おやすみ。あのコーナー